の糸芥川龍之介ある日のことでございますお釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でブラブラお歩きになっていらっしゃいました池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白でその真ん中にある金色の髄からは 何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへ溢れております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵におたたずみになって、水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから、 水晶のような水を透き通して、三図の川や、針の山の景色が、ちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。すると、その地獄の底に、神田田という男が一人、他の罪人と一緒におごめいている姿がお目に留まりました。この神田田という男は、人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、 それでもたった一つ、良いことをいたした覚えがございます。と、申しますのは、ある時、この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹、路端を張っていくのが見えました。そこでカンダタは、早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。 その命をむやみに取るということはいくら何でもかわいそうだ。と、急に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には雲を助けたことがあるのを大思い出しになりました。そうして、それだけの良いことをした報いには、できるなら、 この男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸い、そばを見ますと、翡翠のような色をしたハスの葉の上に、極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は、その雲の糸をそっとお手にお取りになって、玉のような白ハスの間から、遥か下にある地獄の底へ、まっすぐにそれをおろしなさいました。 こちらは地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神棚でございます。何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さといったらございません。その上辺りは墓の中のようにしんと静まり返って、 たまに聞こえるものといってはただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間はもうさまざまな地獄のせめくに疲れ果てて泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですからさすが大泥棒の神棚もやはり血の池の血にむせびながらまるで死にかかった蛙津のようにただもがいてばかりおりました。 ところがある時のことでございます。何気なく神田タが頭を上げて血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を遠い遠い天井から金色の雲の糸がまるで人目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながらスルスルと自分の上へ垂れて参るのではございませんか。神田タはこれを見ると思わず手を打って喜びました。 この糸にすがりついて、どこまでも登っていけば、きっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと、極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから、神田タは早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に、 上へ上へとたぐり登り始めました。もとより大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし、地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとうかんたたもくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。 そこで仕方がございませんからまず一休み休むつもりで糸の中途にぶら下がりながらはるかに目の下を見下ろしましたすると一生懸命に登った甲斐があってさっきまで自分がいた血の池は今ではもう闇の底にいつの間にか隠れておりますそれからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました この文で登っていけば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。神田タは両手を蜘蛛の糸に絡みながらここへ来てから何年にも出したことのない声でしめたしめたと笑いました。ところがふと気がつきますと蜘蛛の糸の下の方には数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけて まるで蟻の行列のように、やはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田タはこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただ馬鹿のように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い雲の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。 もし万一途中で切れたといたしましたらせっかくここまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりませんそんなことがあったら大変でございますがそういう中にも罪人たちは何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって細く光っている雲の糸を一列になりながら せっせと登って参ります。今のうちにどうかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうに違いありません。そこで神田田は大きな声を出して、こら、罪人ども、この雲の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた降り,降りろ、降りろ。と、わめきました。その途端でございます。 今まで何ともなかった雲の糸が、急にカンダタのぶら下がっているところから、ぷつりと音を立てて切れました。ですからカンダタもたまりません。あっという間もなく風を切って、コマのようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。後にはただ極楽の雲の糸が、キラキラと細く光りながら、 月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田田が血の池の底へ石のように沈んでしまいます。と、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。 自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田田の無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると、浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし、極楽の蓮池の蓮は、少しもそんなことには頓弱いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のおみ足の周りに、 ゆらゆらとウテナを動かしてその真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへ溢れております極楽ももう昼に近くなったのでございましょう